ギリシャ神話に登場する見た人を死に変えてしまう怪物です。この神話を書いた人はきっと女の人ですね。目を合わせてもらえないことに対して人を石に変えてしまうのではないか、浮かばないです。なんで石なんでしょうね。石にしてしまえばいつまでもそばに置いておけるかもしれない。小さい頃に踊ったからこういう絵を描いていました。研究者だとか頭が石の怪物だとか、当時は弟がなんでそんなものが好きなのか分かりませんでした。16時から、この、レジタブリーを、レジタブリーを、シンプルにするんです。
中2本中6本しかまだ書いてなかったんですね。で、女優出演者が決まったら残り のモノローグはその出演者に当てて書いて、で、公演しようと思ったんです。で、そのうちの一人で、ミサオさんっていう女優さんがいたんですが、その人の目が超でかくてですね、このすごいでかい目の女優さんで、この人にこうなんか書くのは、メデューサってね、睨まれたら死んだってしまうっていう話があったのを思い出して、あ、なんかちょっとメデューサ似合うんじゃないかと思って、なんか目を合わせてもらえなかった気持ちとかなんか構えてるうちに、元不倫相手に対する手紙を投稿するというモノローグだったんですね。そんな感じに書きました。今メデューサ以外の作品で、シュレーさんの作品に菅田さんが出演されているというのが、ね、お二人がお二人どうしよう、そのさっき話したモノローグ劇のオーディションでお会いしたのが最初だったんですけれど、それが4年ぐらい、4年前ぐらいだと思いました。で、そのモノローグ劇には結局私は出てなかったんだけど、その後で出演が6億円っていう演劇ユニットを立ち上げて、それの旗揚げ公演で国富家の三姉妹っていうのをやってて、それに書かせていただきまして、三姉妹の話で私三女を出せていただいて、それが多分ご一緒したのが最初だったかなと思います。渋谷さん、クラブの人さんって何の字ですか？オーディションに来たときに、とにかくこう、なんか、常に首とか手とかをこういじってたんですよ。で、それっておそらく精神的にはあまり安定した人じゃないんじゃないかなっていうふうに、サインとしてはね、常に首を触る人っていうのは何でしょう、コンビニとかであるこう精神分析本とかでも書いてあるような、首をいつも触ってるやつを気をつけろみたいな、そういうことが書いてあるくらい、首をこう触る人っていうのは、あまり安定した人とは呼べないと思うんですけども、オーディションって不思議な仕組みだと僕思ってるんですけど、何日もいろんな人を見ていくと、なんですかね、平均的にこういろいろできる人よりは、すごいこう突出して変な人とかも最終的には記憶に残るんですよ。うなずいてらっしゃる方もいるので、そういうことが起きてくるんですよ。なので、なんか何人も見た後に、でその作品では、お呼びしなかったんですけども、1年とか経って、そずっと首をかいてるあの変な子いたなとか、そういう思い出し方をするんです。で、どっちか、今ね、ちょっとこのトークでだんだんバレてくると思いますけども、ふにゃふにゃした感じの人なんですよ。で、僕はそれが、国富家の三姉妹っていう大ヒットの作品をやった時には、それをやってほしくて、ちょっとキャスティングさせていただいて、なかなか出してくれないんですよ。カメラが回ったり、こう人がいるときもちゃんとした人にやっぱり映るんですけど、そうじゃないときのなんかこう危うい不思議な感じが僕は魅力だと思う。ただね、意外とそれは出してくれないっていう難しいさも、なのでそこをどう騙してね、出してもらうかっていうのが、僕の宿題なのかなと思います。脱却しようと今私は頑張っちゃってるところなんで、そこが魅力と言われるとね、複雑なものがありますけど、三姉妹の話はね、聖子のね、ふみちゃんっていうホストに入れ込んで、なんかこう建前上付き合ってるって言われて、なんか、ね、付き合ってるってつもりでいるんだけど、結局こう騙されて見ついちゃってるっていう女の子の役で、その子の一歩半歩ぐらい成長できるしたかなみたいなのに、毎週の時に、そんなんでした。順番、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 
演技することに惹かれた、もともと元のきっかけっていうか、ね、ちょっと、高校時代に結構、いわゆる女子というか、アニメとか漫画とか大好きで、当時、ものすごい林原めぐみさんが超人気で、ね、綾波レイとかの時代です。で、まあ、声優に憧れたんですよね。で、それがもう始まりで、声優になるには演技勉強しなきゃダメなんだろうという、もう単純な考えで、劇団、地元の劇団に入って、でそこから演技にハマってたっていう感じです。じゃあ、長谷川さんとは、私、モデルを演じていただいてるんですけども、撮影現場で一度お会いしたことがあるんですね。スチールのモデルもされて、日常的にやってるわけではないんですけど、ご一緒だったんですね。やっぱりプライベートな付き合いがあるというか、仲が良かったっていうのと、その人の自身が非常に好きだったんで、この人が撮ってくれるんだったらじゃあ撮るって感じで、その人にばっかり撮ってもらって、なんで、モデルとは何か言えないな。そうですね、その人に撮ってもらいたくて撮ってもらってたんですよね。スチールの耳というか、実際に動いて実践する時の演技とスチールで演技する時に、はい、で同じ演技でも、すごく違うと思うんですけど、なんかスチールの時ってなんかすごいカメラマンさんとのコミュニケーションが濃密になる気がする。一対一みたいな。その人に100%みたいなところがあるから、なんかすごい、本当は映画とか舞台とか、結婚できたらいいだろうなと思うんだけど、撮影、そのスチールの撮影って2人きりだったりするじゃないですか。だからなんか、よりプライベート感が増す気がしてます。なんか親友って。スチールでなければ表現できないことと、女優の最後の方でしか表現できないことで。なんか、スチールだとあんまり私、舞台とかやらないとどうしても役ってあるじゃないですか。なんだけど、スチールってあんまりそういうの意識したことが私はなくて、花さんとかなんかすごい着物着たりとかしたら、すごいいろんな格好して、いろんなキャラクター演じてて、すげえ、この人っていつも思って写真見てるんですけど、いやいやいや、本当に。なんだけど、なんか私、そのまんまで行って撮ってもらうことでも、多いから、なんかその違いがあるかなって、両方に楽しみはあるなって思って、でもどっちかっていうと、その演技するときは役ある方が楽しいですよね。なんか自分のままでって言われると照れるのかな、コンプレックスとかやっぱあるんだろうなって思いますね。なんか自分のままでって演技になるとちょっと怖い。やっぱ役ある方が楽で、そこは多分打破 しなきゃいけないんだろうなって今思ってます。なんか舞台になってるか分かんないけど、舞台になることで、責任というか、そう、自分じゃなくて監督の誰かになるからこそできる。そうなって、ずっとそう思ってたらできないこと、本当にこの人格って演技に出てくるんだなっていうのを最近ひしひしと感じていまして、なんだろうな、もう志村さん言ったけど、なんかふにゃふにゃしたとこ出してほしいとかさ、なんかあと、まあ、このままってハマる役をもらうことが多かったけど、でもそれじゃ多分やっていけないから、多分じゃなくて絶対やっていけないから、
で今の私が本当にビシッと強い役、例えば本当にさ、女王様とかね、女社長とかね、そういうのやれって言われたらきっとちょっとすぐにはできないと思うんだ。だからちょっとそこは頑張らないと思ってます。はい。演技をすることで伝えていきたいこと、共有していきたい思想を伝えていきたい。私は演技っていうか、その映像、映画とか舞台とか見て、本当に生きる気力をもらうくらいに救われることってあって。それってきっと人によって違うのかなと思うんですけど、演劇からもらう人もいれば、人とのつながりからもらう人もいれば、絵からもらう人もいれば、音楽からもらう人、パスからもらう人もいればって、いろいろあると思うんだけど、私はそれが、映画だったり、舞台だったりするから、だから私もそういう形で誰かの救いになれたりとか。相手を凍らせちゃうから最適になるっていうのがあって、このままだと
そうなんですよね。次は特殊ゲストの方。